なんで私の結婚式をドタキャンしたのよ。お母さん、ひどすぎるわよ。電話口でそのように叫ぶ女性。私は電話を耳元から離してスピーカーに切り替えた。そしてこう言ってやった。どちら様？私に娘はいませんが。私の名前はのぞみ、50歳の会社経営者だ。今までの私の人生を振り返ると、まさか自分が経営者になるだなんて想像もつかなかった。私は本当に平凡な女だった。学校の成績も普通よりちょっとだけいいくらいで、だけど決して上位に入ることはないレベル。運動とか芸術とかそういった才能もないし、ブスだと言われたことはないけれど、可愛いと言われたこともほとんどない。そんな本当に平凡な私は、無難なレベルの高校に、無難なレベルの大学に進学。その後はなんとか就職できた会社で、普通の仕事をするという生活を送っていた。だがそんな私の人生を一変させる出来事が起きた。それは幼馴染のマサトがきっかけだった。マサトは実家が隣同士で、幼稚園から高校までずっと一緒だった。平凡な私にとって唯一の自慢とも言えるようなことは、彼と幼馴染だったことだろう。マサトはスポーツ万能で、背が高くてイケメンで、学校の女子からとても人気だった。またサッカーをしていて、小学校の時からクラブチームで活躍していたから、男子たちからも一目置かれていた。だから彼が私に話しかけに来たりすると、みんな驚いた顔をしていたものだ。ねえ、マサト君にラブレター渡してきて。マサト君にチョコレートを渡してきて。連絡先聞いてきて。私はよく学校の女子たちからそのように頼まれたものだ。マサトは、ああ、悪いな、面倒な思いをさせて、と私に優しく言ってくれて、本当にこの人はモテる人だなと思った。幼馴染だったから、私にとって彼は単純に一緒にいて落ち着く存在だった。学生の頃は本当に恋愛感情とか湧かなかったし、家族に近い感覚だった。だから実際に周りからキャーキャー言われていても、まあモテるタイプであることは確かだよなぁというふうに俯瞰して見ていた。その後、マサトはサッカー推薦で高校に進学し、大学もそのままサッカーの推薦で進学した。プロ入りを目指していたらしいが、やっぱり狭き門だったらしく、途中で断念したようだ。それからは先輩の紹介で一般企業に就職をしたようで、私と同じ会社員の道に進んだ。その後、マサトは会社員として一生懸命に働き、プライベートの方も充実させていた。のぞみ、俺結婚することになったんだ。え、おめでとう。しかも嫁のお腹にはもう子供もいるんだ。そうなの。じゃあマサトはお父さんになるんだね。まだまだ実感が湧かないけどな。まだ25歳だし。まあ確かに早い方ではあるわよね。でもおめでたいことじゃない。ありがとう。結婚式には必ず来てくれよ。うん、わかった。マサトは職場の同僚と授かり婚をして家庭を持つことになった。私なんて仕事が忙しくて、恋愛なんて久しくしていなかったから、幼馴染のいきなりの結婚報告に驚きでいっぱいだった。そして私もいい相手を見つけないとなと思った。マサトの結婚式はとても良かった。奥さんはすごく綺麗な人で、モデルさんかと思ってしまうほど。そして久しぶりに高校の同級生とも会えて楽しかった。その後、マサトの奥さんは子供を出産。前にマサトが実家に帰ってきた時に呼ばれて、お子さんに会いに行ったが、奥さんとマサトのいいとこ取りをした感じで、ものすごい美形だった。女の子だったのだが、これは将来的にすごい美人になりそうだ。
マサトと奥さんはとても幸せそうで、私も微笑ましく思っていたのだが、そんな中、不幸がマサトたちを襲った。奥さんが交通事故に遭って亡くなってしまったのだ。マサトは絶望に打ちひしがれていた。まだ結婚して1年しか経っていなかったし、お子さんだって1歳だ。そんな中で奥さんが亡くなってしまったのだから、悲しくて仕方がないだろう。葬儀中もマサトは放心状態で、精神的にとても辛そうだった。彼のご両親はそんな彼を心配して、実家に呼び戻し、彼を励ましながら子育ての手伝いをしていたそうだ。私も何かできることはないかと、仕事の合間に顔を見に行って、マサトを励ましていた。のぞみちゃん、ありがとね。あなたが来てくれるようになってから、マサトも少しずつ元気が出てきてるわ。それならよかったです。私にできることがあれば、何でも言ってください。マサトはショックから立ち直れず、仕事もしばらく休んでいた。だが少しずつだが精神的に落ち着いてきたようで、週に2、3回くらいのペースで仕事に向かうようになったそうだ。のぞみ、ちょっと付き合ってくれるか？え？ある日の休日、私が彼の実家に行くと、マサトからそう言われた。そしてマサトが運転する車でたどり着いたのは、とある山。そこまで高くない山だったのだが、マサトはいきなり山頂まで登ると言い出したのだ。今から登るの？もちろんだよ。一緒に来てくれよ。わかったわ。ちょうど動きやすい服装だったこともあり、私は彼と一緒に山頂まで登った。ものの20分くらいで山頂まで着いたのだが、そこからの眺めは思いのほか良かった。すごいいい眺めだね。そうだろ。ここはあいつと初めてデートで来た場所だったんだ。そうなんだ。あいつとは奥さんのことだろう。のぞみ、ありがとな。もう落ち込むのはこれっきりにするよ。マサトは山頂からの景色を眺めながらそう言った。その時の笑顔は、本当にもう奥さんのことを吹っ切れたような顔をしていた。まだまだこれから俺の人生は続くしさ。あいつの分も自分の人生を全うしようと思うんだ。うん、それがいいと思うよ。マサトなら絶対にいい人生を歩めるから。ありがとう、のぞみ。この時のことを境に、私とマサトはただの幼なじみという雰囲気ではなくなった。マサトは私を食事に誘ってくれるようになった。お互いに異性として意識するようになり、なんだかそわそわして、ドキドキするぎこちない雰囲気が漂う。それから私たちが付き合うようになるまでに、時間はかからなかった。マサトも私も実家に住んでいたのだが、私は今まで通り、彼の実家に行った。そして彼の娘のユカのお世話もするようになった。マサトは完全に会社に復帰して、フルタイムで働くようになった。それから1年半ほど交際を続けた頃だろうか。ユカが自然と私を母親だと認識するようになり、それがきっかけで、私とマサトは結婚することにした。マサトのご両親も、私が彼の奥さんになり、ユカのママ母になることを喜んだ。私の両親は、私がいきなり母親になることに少し不安そうにはしていたが、それでも私が献身的にマサトをサポートしていたことも知っているので、結婚を認めてくれた。それから私とマサトは結婚し、ユカと3人で一緒に暮らし始めた。娘は私をママと呼んでくれて、そばから見たら、完全に私たちは血のつながった親子だっただろう。私はすでに、娘に対して母親としての愛が芽生えていたので、とても大事にしようと心に決めて接していた。娘はすくすくと育っていき、幼稚園に入園すると、学校であった出来事などを私に毎日話してくれた。娘が小さいうちは、私は勤務時間を短くしてもらい、
なるべく子育てに集中できるようにしていた。夫はその分一生懸命に仕事を頑張り、私たちの生活を支えてくれた。それから家族3人仲良く過ごしていたのだが、娘が小学校の3年生になった頃くらいから不穏な空気が流れ始めた。それはある日のこと。学校から帰ってきた娘が私をにらみつけながらこんなことを言ってきた。お母さんってなんで美人じゃないの？え？私はいきなりそんなことを言われたので戸惑ってしまった。どうしたのよ急に。昨日授業参観があったでしょ。それで今日お友達に言われたの。ゆかちゃんは綺麗だけどお母さんは不細工だよねって。そんな、子供はなんて残酷なんだろうと思った。いくら子供同士の会話とはいえ、相手の母親を不細工呼ばわりするなんて。お母さんのせいで私すごく嫌な思いしたんだけど。ごめんねゆか。でもそんな悪口を言うお友達の方が間違っていると思うわ。普通は見た目なんて関係なく仲良くするべきだもの。それにゆかのことじゃなく母親である私のことを持ち出すのもなんだかずるいわ。そんな子の相手なんてしなくていいわよ。私はできるだけ娘を正しい道へと導こうと言葉を選びながら話した。だが娘はあまり納得がいっていない様子だった。それから私は娘が寝てから夫に話してみたのだが、夫もその話を聞いて苦い顔をしていた。子供っていうのは目に見えているものが全てだと思いがちだからな。そもそものぞみは不細工ではないんだけどな。なるべく俺もゆかの心のケアをしながらちゃんと考え方を強制できるようにするよ。ありがとう、マサト。夫は機会をうかがいながら娘に諭すように見た目だけにとらわれないことを説明した。夫の言葉に娘は私の時よりも素直に聞いているようだった。これで解決すればいいのだが。だがその後しばらく経って運動会で私と夫が娘と一緒にいるところを見た同級生が後日またバカにしてきたらしい。娘は二度もそんな風にいじられたことが気に入らなかったようで、その怒りを私にぶつけるようになった。お母さんがお母さんで恥ずかしい。私はこんなに綺麗なのにお母さんのせいでバカにされるんだもの。ある日そんなことを言った娘にさすがにカチンときた。すると私が怒る前にそれを聞いた夫が怒ってくれた。ゆか、いい加減にしろ。お前は見た目は綺麗かもしれないが心は全然綺麗じゃないな。父さんはそんな優しくないゆかの心は好きじゃないぞ。夫は父親らしくしっかりと娘を叱っていた。娘は夫に怒られて涙を流した。だってお父さんはかっこいいのにお母さんはダサいんだもん。娘は泣きながらそう言っていて、私は頭を悩ませた。怒られてもなおそんな風に言ってくるのか。私は顔は変えられないが雰囲気だけは変えられるかもと、いろいろと努力をしてみることに。服装を変えてみたり、メイクや髪型を変えてみたり、いろいろと研究して勉強をして自分には何が合うのか模索していった。そのおかげでだいぶ見た目の印象が変わり、私が夫と娘と並んで歩いていても娘の同級生たちから何か言われることはなくなった。しかし娘はそれと同時に反抗期を迎え始めた。そして昔の名残からか私のことを不細工だと罵倒するようになったのだ。本当にお母さんって地味だし顔が悪いよね。子供の頃とか全然いいことなかったでしょ。こら、親に向かってそんなことを言うんじゃないの。私は娘のことをしっかりと叱っていたのだが、それでも反抗期の娘は全く聞く耳を持ってはくれなかった。お母さん、男の子の方から荷物を持ってあげるよと言ってきたり、
お菓子やアイスを買ってきてくれたりなんて経験してないでしょ。あとラブレターを渡されたり、告白されることが毎日のようにあったりなんてことなかったんじゃない。むしろ代わりに渡してあげる役目とかしてた口でしょ。娘に私の過去を言い当てられてドキッとしたが、それでも母親としての威厳は保たねばならない。それがどうしたっていうの。大人になったらモテる以外に大事なことなんてたくさんあるし、それにモテる理由も変わってくるものよ。あなたは今とても可愛くて綺麗だから、男の子たちが好意を持ってくれているかもしれないけど、性格も同じくらい良くしていかないと、将来苦労するのはあなたなのよ。私がそう言うと、娘は目を見開いて怒った。うるさい。ブサイクが私に説教なんて垂れないで。いい加減にしなさい。そうやって見た目で相手を判断して、上下を決めちゃダメよ。私はひどい発言を続ける娘を叱った。だが娘の私への態度はどんどんひどくなっていった。中学や高校の頃には手がつけられないほどになり、私とは口も聞かなくなった。夫は私をかばって娘を叱ってくれたが、それでも娘が私に心を開いてくれることはなかった。おいババア、小遣いあげろや。ババアなんて言うんじゃないの。お母さんって呼びなさい。うるさいな。本当のお母さんじゃないくせに母親面しないでよ。私の本当のお母さんはものすごく美人だったそうじゃない。私はあんたみたいなブスとは住む世界が違うのよ。ブスが私に説教しないで。娘はそのように私を罵倒してきた。私はいくら怒っても口が悪い娘をどうすればいいのかわからなくなっていた。夫に話すと大激怒して娘を叱ったが、全く聞く耳を持たない。夫も私もだんだんと娘の態度のひどさに疲れていった。娘の反抗期は続いていき、高校生なのに朝帰りになることもしばしばだった。そして娘は高校を卒業したのだが、大学には行かず、さらには就職もせず、ニートになってしまった。私たちの育て方に間違いはなかったと思う。それに夫の遺伝子が入っているのなら、性格はいいはずだ。亡くなった夫の元妻の性格だって、悪くはなかったはずだ。そんなことを考えるほどに娘の性格はひどかった。私は夫とこれから娘をどうしようかと何度も相談し合った。だがそんな時に不運にも夫は癌になってしまい、入院を余儀なくされてしまった。しかも末期癌で余命はあと半年だという。私は絶望した。まだ夫は40代だというのに、どうしてこんな目に遭わなければならないのだろうか。神様がいるのなら、彼にひどい仕打ちをしすぎていると恨んでしまいそうだった。私は毎日夫の見舞いに行った。しかし娘はというと、面倒くさいからと見舞いには一切来なかった。働きもしないし、見舞いにも来ない。いつも家でぐうたらして、夜は派手なメイクをして出かけて、朝方に帰ってくる。娘はそんな生活を続けていて、私とは会話らしい会話なんて一切しなかった。だが私は闘病中の夫のことの方を気にかけていたので、娘の相手をする余裕などなかった。夫はそれから、病院で抗がん剤の治療に苦しみながら、頑張って生きようとしたが、余命を迎えて天に飛び立ってしまった。私はとても悲しくて仕方なかったが、葬儀の準備をしなければならない。夫の両親と一緒に私は葬儀の手配と準備をして、なんとか葬儀を行うことができた。娘はあろうことか欠席しようとしていたが、私が無理やり連れ出して参加させた。そして夫を送り出した後、娘は私と二人暮らしなんてできないと言って家を出て行った。お父さんが亡くなった以上、私とあんたはもう赤の他人だから、二度と私の前に顔を見せないでね。
娘はそう吐き捨てて家を出て行った。話によると付き合っている彼氏の家に転がり込むそうだ。私は娘の発言に呆れたが、それよりも娘からやっと解放されることへの喜びの方が強かった。それから月日は流れ、7年が経った。私は最初に言ったように、経営者として忙しく働いていた。そんな時、見知らぬ番号から電話がかかってきた。怪しいと思ったが、仕事の電話かもしれない。そう思い、私は電話に出た。もしもし。すると電話に出た瞬間に、女性の怒鳴り声が聞こえてきた。なんで私の結婚式をドタキャンしたのよ。お母さんひどすぎるわよ。電話口でそのように叫ぶ女性。私は電話を耳元から離して、スピーカーに切り替えた。そしてこう言ってやった。どちら様？私に娘はいませんが。え？電話の声は間違いなくゆかだった。何言ってるのよお母さん。あんたはブスで地味だけど、私の戸籍上の母親じゃないのよ。相変わらずの言いようだ。7年経っても根本は変わらないようだ。本当にいろいろと対処していてよかった。ゆか、残念だけど、私はもうあなたの母親じゃないわ。え？お父さんの葬儀の後、私はお父さんが生前言っていたように、姻族関係終了届を出したの。つまりお父さんと離婚をしたってこと。そうなればもともと私と血のつながりのないあなたは、赤の他人になるってわけ。そんな。本当は、私はお父さんと別れることはしたくなかったわ。たとえお父さんがこの世にいなくても、私はあの人の妻でありたかったもの。でも今後それによって、あなたが私に災いをもたらすかもしれないって、あの人が言ったの。だから別れたのよ。そしてそれは正解だったようね。あなたは勝手に家から出ておいて、自分にとってメリットがあると判断して、私を母親として利用しようとしたんでしょ。私が現在化粧品会社の社長として成功してるのを聞きつけて、近づこうとしたんでしょ。お父さんが亡くなった後に、私は自らブランド商品を作り、会社を立ち上げたからね。それで成功した私に、結婚式の費用を出してほしいとか、そういった資金の援助を期待してたんでしょ。わかってるなら、なんで結婚式に来てくれなかったのよ。あなたがもう二度と顔を見せないでって言ったのよ。それなのにわざわざお父さんの実家に、私宛ての結婚式の招待状まで送って。だって、前住んでいた家にいなかったから。そう。それにあなたは私のことを長年育ててくれたお母さんでしょう。姻族なんたらとか知らないけど、親子の絆はあるでしょ。どこまでも自分の都合のいいようにしか話を進めない彼女に呆れながら、私は彼女にとある事実を伝えてあげた。もちろん、私はたとえ血がつながっていなくても、あなたのことを本当の娘のように育ててきたわ。それはあなたのお父さんも同じ。だけどあまりにもひどい態度を取り続けたから、私もお父さんもすごく戸惑ったわ。それでお父さんが癌になる前に、お父さんはこっそり DNA 鑑定をしていたの。そしたら、あなたとお父さんは血がつながっていないことが分かったわ。え？要するに、あなたは亡くなった実母が浮気をしていてできた子供だったのよ。まあ私たちがそのことを知ったのも、お父さんが癌になってからだったけどね。でもこれで、あなたの性格がなぜひどかったのか分かったわ。おそらく実母や浮気相手の男に似たのね。だって私と夫は、これ以上ないほど愛情を注いで、あなたを育てようと頑張ったんだもの。ゆかはまさかの事実を知り、絶句していた。そんな、私のお父さんは、お父さんじゃなかったの。そうよ。
そして私はもう戸籍上もあなたの母親ではないの。赤の他人なんだから、もう連絡してこないでちょうだい。もしまた連絡を取ろうとしてきたり、私の前に姿を現したら、警察に通報するからね。そんな。それじゃあ切るからね。私はそう言って電話を切り、かかってきた番号を着信拒否にした。後から知ったことだが、ユカは最初は結婚相手に母親に捨てられたと嘘をついて、相手のご家族の同情を誘っていたらしい。だが私が経営者として成功をしているのを聞きつけて、仲直りしたとでも言って、何かしら恩恵を得ようとしたのだ。実際、私から結婚式の費用を援助してもらえることを期待して、かなり豪華な式にしていたらしい。だが私が結婚式に来なかったので、ものすごい額の請求が、ユカと旦那さんのもとに来たそうだ。そのことで二人は喧嘩をして、新婚なのにもかかわらず、ぎくしゃくしているそうだ。だがそんなこと私には関係ない。だって赤の他人なのだから。私はこれからも会社経営を頑張りつつ、マサトの分も充実した幸せな人生を送っていこうと思う。ご視聴いただき、ありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の物語でお会いしましょう。